どうもこんにちは、いつきです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回ですね、マグヒット様から製品ご提供いただきまして、こちらですね、 iPad で使えるハブとスタンド、こちらが一体型になったものですね。こちらのレビューをしていきたいと思います。私自身ですね、こちら1週間ぐらい使ってるんですけども、かなりですね、 iPad での操作が快適になりました。そのあたりをですね、今回詳しくですね、レビューしていきたいというふうに思ってますので、ぜひ最後までご覧いただけたらというふうに思います。では、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速ご紹介していきたいと思います。まずは投稿品からですね。箱については、こちらになってます。こちらに製品が入ってました。で、私が使っているのが 12.9 インチのこちら M1 iPad Pro になりますので、こちらに対応するものを今回ご提供いただきました。で、製品本体はですね、はい、こちらになってまして、横にしたり縦にしたりすることができるようになってます。で、これと合わせてですね、はい、こちらユーザーマニュアルというのが日本語と英語の方ですね、ついておりました。こちらとですね、で、こちらのケーブルなんですけれども、USB-C と USB-C ケーブル、こちらとですね、はい、USB-C& ライトニングケーブル、こちらがですね、同梱されておりました。こちらを使って実際にですね、セッティングしたというような形となっています。はい、次はですね、製品の概要なんですけども、こちらですね、こちらの面が強力なマグネット式になってまして、こちら iPad ですね。はい、こんな感じで取り付けることができます。ピタッと取り付けることができます。で、このパネルがですね、360度回転できますので、こんな感じでですね、縦でも横でも、はい、こんな感じで、スムーズに回転させてですね、自由な角度で見ることができるようになっています。はい、そしてですね、こちらのサポートバーなんですけども、こちらはですね、180度調整できますので、こんな感じで、はい、見やすい角度に合わせて調整することができるようになっております。で、注意点がですね、一つございまして、こちらですね、丸い、こちらなんですけども、この磁石ですね、丸い磁石が、これ中央からすると上に来てるんですけども、上に来るような形にするということです。で、こちらがですね、下向きになってると、うまく iPad がですね、つかずにですね、落ちてしまったりしますので、まあ、大切な iPad を落とさないように、この丸い磁石の分が、これ上の方にですね、来るように、まあ、セッティングすることが必要だということになってます。はい、次はですね、対応機種なんですけども、こちら使用している iPad ごとに製品異なりますので、Amazon で購入する際は、使用している iPad の機種をご確認ください。大きく3つに分かれております。1つ目が11インチ iPad Pro および iPad Air 第4、第5世代。そして2つ目が 12.9 インチ iPad Pro 2018、2022、第3、第4世代。そして3つ目が 12.9 インチ iPad Pro 2021、第5世代という形になっています。はい、次にですね、10-in-1 の内容なんですけども、こちら右側面の方ですね。まず一つ目、USB ポートがあります。そして二つ目、三つ目として SD カード、TF カード、こちらがあります。撮影に使ったですね、ミラーレス一眼カメラのですね、SD カードを読み込んで撮影データを取り込んだり、そのような形で使うことができるという感じになっています。で、こちらの側面については、こちら上につける iPad をですね、まあ、ケーブルでつなぐというような役割があります。はい。そしてですね、こちらが左側面なんですけども、こちらがオーディオということで、イヤホンジャックをですね、挿してですね、まあ、音を聞くみたいなことができます。で、こちらですね、USB の 3.1A というのが2つあります。まあ、USB のメモリとかですね、データのやり取りとかですね、そういうのをするときにですね、使えるかなというふうに思います。はい。そしてですね、こちらが背面なんですけれども、こちら HDMI ということで、ウルトラワイドモニターとつないだりとか、こちらも USB ありますね。USB の 2.0A。
そして LAN ケーブルの、まあ、イーサネット。そして、こちら USB-C ポートということで、こちらはですね、iPad の充電ケーブルとつないだりしております。このような形でですね、普段作業する中で必要なハブが備わってますので、iPad をですね、多用途に使いこなすことができます。で、これだけのハブがですね、スタンドの中に一体化されているということで、まあ、デザイン性と機能性ですね、両方兼ね備えた、まあ、画期的な製品じゃないかなというふうに感じました。はい。でですね、次に接続方法をお伝えしていきます。まずこちらですね、背面に、はい、iPad の充電ケーブルを挿します。はい。そして次ですね、こちらのケーブルですね。こちらの方を、この側面のところと、こちらですね、iPad とつなぎます。これで接続ができました。この状態でですね、あとは必要な、ケーブルとかですね、使いながらですね、データをやり取りしたりだとか、そういうことですね、使えることができます。はい。そしてですね、今回、マグヒット様から、この動画の視聴者様だけに Amazon のクーポンコードを発行いただきました。RONSHI777、ロンシ777で 10% オフになりますので、ぜひご活用くださいませ。それでは次にマグフィットの店員ワンドッキングステーションを実際に使ってみた正直な感想をお話していきたいと思います。まずはじめにこのハブスタンドを使うことで iPad の画面を見ながら作業する際の姿勢がとても良くなりました。角度調整がしやすいので自分の目線にスムーズに合わせることができます。手書きで書くときにもスタンドを下に調整して使うことができるのでとても重宝しています。またスタンドとハブの機能が一体化しており、別途ハブを購入しなくてもスマートに使うことができるのはとても便利だと感じています。これまで iPad Pro はロジクールのキーボードケースを使っていたのですが、このスタンドが届いてからはほとんどマグフィットスタンドを使っています。理由としてはウルトラワイドモニターとつないでいる M1 MacBook Air との相性がとてもいいからです。 MacBook と iPad をユニバーサルコントロールで接続することで非常に快適にお互いの画面を行き来しながら作業することができています。キーボードとマウスは Apple 純正のマジックキーボードとマジックトラックパッドを使っているので、とにかく操作が快適です。ウルトラワイドモニターでデザイン作業しながら、iPad で調べ物をするのもスムーズです。このスタンドは iPad を縦にしたり横にしたりする動作もスムーズなので、自分が見たい内容に合わせて調整しています。ただ一つ少しだけ気になったのが、iPad とハブスタンドをケーブルで繋いだ際に、ごくごく小さな音が聞こえることがありました。無音の空間で作業していると少し気になるんですが、常時聞こえるのではなく時々という感じなので気になって仕方がないというほどではありませんでした。正直この製品で気になったのはそれぐらいで、ほとんどデメリットというのは感じませんでした。ただ値段は2万円を超えるということで、スタンドとしては割高かもしれません。ですがハブ機能が豊富に備わっており、 iPad でできることを大幅に拡張してくれます。そしてハブとスタンドが一体型になっていることで、とてもスマートな見た目でありながら機能性が高くなっています。こういった点を踏まえた上で、これから長期間使い続けて生産性を高めていくのであれば、ガジェット投資としてありなのではないかと感じました。また先ほどお伝えしましたように、私の YouTube 動画の視聴者様だけに Amazon で割引が適用されるクーポンが発行されております。 RONSHI777、ロンシ777で 10% オフになりますので、ぜひご活用くださいませ。はい、ということでですね、今回はマグフィット様の店員ワンドッキングステーションですね、こちらの製品の魅力についていろいろとお話をしてきました。本当にですね、このハブとスタンドですね、これが一体型になることで非常にスマートだと思いますし、いろいろなその作業がですね、しやすくなったなというふうに感じてます。本当に大幅にですね、まあできることが拡張されたなというような印象です。これをですね、使ってこれからもですね、iPad のまあより良い動画をですね、作れるように頑張っていきたいというふうに思ってます。またですね、この動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。